高層ツインタワーがそびえる街に朝日が昇る。目覚めたその街に慌ただしく人の往来が始まる。日本列島のほぼ中心に位置し、名古屋から18分でアクセスできる利便性、そして優れた住環境が整備された街、それが岐阜市。そんな岐阜を象徴するもの、この清らかな流れ、さまざまな生き物が住む日本有数の清流といわれる長良川。この美しい川が街の中を悠然と流れている。そして岐阜の人々は長年この清流と共に生きてきたのです。そして長良川を愛し岐阜を発展させたのが、金華山の岐阜城から天下統一を目指したかの織田信長。信長は楽市楽座など時代を先取りする政策を進めたのです。自然と歴史に育まれた町岐阜市だから出会える風景がある。1300年以上前から変わることなく続けられてきた伝統漁法、鵜飼。鵜を操り鮎を取る。かがり火の中に浮かび上がる鵜匠の姿はまさに幽玄そのもの。竹と和紙が織りなす日本の伝統美。伝わる職人の技、都市空間とともに息づく格子造りの古い町並み。狭い間口に長い奥行きの町屋が軒を連ねる姿は、昔長良川の水運を利用した川港として栄えた名残です。微笑みかけられているようなその優しい表情と荘厳さ。日本三大仏の一つに数えられるこの大仏は竹と和紙でできていることから、別名加護大仏と呼ばれています。その大きさは鎌倉の大仏以上。静寂な大仏殿の中はまさに癒しの空間です。降り注ぐ火の粉の中、みこしを担ぐ男たち、まさに火と音の勇壮な祭り。そして長良川と金華山を背景に咲き乱れる花火は岐阜の夏の風物詩。清らかな水をたたえる長良川周辺は温泉地でもあります。四季折々に変化を見せる自然の中でゆったりと温泉に浸かる、まさに至極の癒しがここにあります。温泉の後は新鮮な鮎料理やヘルシーな美濃薬膳料理を楽しむことができます。軽妙な語りで笑いを引き起こす落語。その落語が生まれた場所、実は岐阜だと言われています。そして岐阜市が目指しているのは健康で幸せになれる街づくり。歩いたり走ったり、誰もが暮らせば元気になる。東海地区ナンバーワンの医療環境の実現、文化や芸術を大切にし、
市民が参加できるさまざまな取り組みを積極的に行っています。自然と歴史が息づく岐阜市、そして名古屋から東京から世界からも近くて便利な岐阜市は、住んでよかった町、住み続けたい町を目指します。本日は金華山にお越しくださいまして、ようこそ岐阜市へ。おいしいものをたくさんの岐阜市へようこそ。いらっしゃいませ、岐阜市へ。ようこそ岐阜へ。いらっしゃいませ、岐阜市へようこそ。お待たせしました、元気な岐阜市へようこそ。ようこそ岐阜市へ。岐阜市へようこそ。